者凡退で抑えています。イーグルスこの回は5番の鈴木大地からです。ベテランの89年組、このところは3試合連続でヒットが出ています鈴木大地。ちょっと今プレーが止まってます。アンパイアが今集まってますね。何か指差してますよ。三塁のダグアウト方向、ああ岡島が気づきましたか。あの逃げ方は8じゃないですか。ですかね。暖かくなってきましたんで、はい、先日ね、あのメジャーリーグ でね大谷翔平選手の試合が2時間遅れましたけれどもね、蜂がたくさん集まってきて、私も初めて見たんですが、蜂のディレイというところがありましたね、はいはい、初めて知りました、そういうのがあるっていうのはね。いやでもああやって球場 の映像の画面にも出ているということで、おそらくアメリカではままあることなのかなっていう気がしましたけど、かもしれませんね。ちょっとね、この辺りは確かに急激に今日気温が上がりまして、日中最高気温25度ぐらい、昆虫もだいぶ元気に活動を始めたようです。まあね、あいますね、一番これ危険なタイプの、これはちょっとね、これどのライン上、どこにいるんですか。ただプレーは再開しそうなので、バッターボックスは大丈夫そうですけど、ファーストベース、あーそっちですか。塩川コーチドキドキしてるでしょうね今。確かに今コーチャーズボックスから離れてますね、はい、これはだまだやっぱりちょっと、いやこれちょっとね、スタート切れないですね、はい、やめといた方がいいんじゃないですか。これは専門の方は球場内にいらっしゃいますかね、うん、バスターはさすがにファーストも今ちょっと離れてという感じで危険ですんでね。これはまあちょっとね、これ刺されるとこう命に関わったりしますので、ね、いや本当にまさにおっしゃる通りですね。安田も今ポジションを離れて、ああ今しかも元気に活動しちゃってますね。気温が上がるのはいいことなんですが、ちょっとこの辺りは野外ならではの、アウトドアスポーツならではのトラブルです。蜂によるディレイです。これ黒い洋服に向かっていくんでしたっけっていう話がありますね。ということはマリーンズの選手たちは危ないですよね。一番ちょっと、しかもあのアンパイアもそうですね、アンパイアの方たちも全身ですもんね、はい、以前は鳥が入り込んできたりとかもありましたけれども、あとお客さんですよね。そうですね、スタンドの皆さんも、ね、お子さんたちが多いからなおさらですね。また場内美味しい食べ物も多いですから、いい香りがね漂ってますんで、さあどうやらグラウンド上は安全性が担保されたようですね。プレー再開しそうです。